ウォンバットポーズ。はい、指と指を絡めて平和を願って胸にずーっと引き込んで、せーの、仲良しウォンバット。オッケー。おい、おい、お前らだ。ダイハツウォンバット隊というのはお前らか。あ、そう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 です。よし、捕らえろ。うわー、こっちだ。勘弁するんだな。我々は秋の秘密結社ブラックウォンバット、生き出しとともに誕生し、生き出しの闇を支えてきた組織だ。おい、ダイハツウォンバット隊長やら、お前たちには悪いが、我々の目的の遂行のためにお前たちが持ってるウォンバットパワーをもらうぞ。おい、この安全ヘルメット、ただならぬウォンバットパワーだ。おお、これが車の塗装技術と一緒の工程で作ったウォンバットヘルメットか。塗装技術への情熱とウォンバットパワーを多大に感じるぞ。こいつもいただいておくか。ではそろそろ観念するんだな。お前たちのウォンバットパワーをよこせ。おお、見てみろ、思った通りのウォンバットパワーだ。これとヘルメットを例の場所へ持っていけ。これであの封印ももうすぐ解けるぞ。そこまでだ。その声は俺が来たからには、お前たちの好きにはさせない。池田レンジャーガンダラレント、呼ばれてもないのにのこのこ現れやがって。それを言うな。まあよい、今日こそお前たち池田レンジャーが終わる日だ。おい、お前ら、やってしまえ。何、望むところだ。下がってこい。シャシャに出てきやがって、とどめだ。山岡の城、何、稲川の清流より団長、稲川ブルー。え、おいブルー、何を勝手に名乗ってるんだ。僕たちもいるよ。いや、ウォンバットパンチ、チキチキスラップ。サツキ山の大自然より誕生、サツキ山グリーン。子供たちの声援より誕生、チキンイエロー。おい、グリーンイエローまで何を勝手に名乗ってるんだ。あ、ごめんねと、勢いで名乗っちゃった。おい、ヒーロー名乗りはみんなでやるって決めてるじゃないか。仕方ない、俺もやるぞ。力強く燃え上がる松明の炎より誕生。ああ、好きであり、ガンガラレット。お前、ヒーロー名乗り中に攻撃するな。あ、何が悪いんだ。いつ攻撃しようが我が輩の勝手だ。お前、ヒーローショー何年目だ。ヒーロー名乗りの時は悪役は攻撃してはいけないというヒーローショーの掟を忘れたのか。ヒーローショーの掟だと、くだらん、誰がそんなもん守るか。なんだと。おい、レッド落ち着け。そうだよレッド、必死すぎてかっこ悪いよ。お、俺がレッドなんだぞ。まだヒーローなのにできてないじゃないか。別にいいじゃん。いいわけないだろう。俺がな、ヒーローなのにやらないってのはもうみんなが悲しむじゃないか。もっと俺にもヒーローなのにやらせてくれよ。やだよ、やだよ、やりたいんだよ俺はヒーローなのにを。無理だって。やらせてくれよ、お願いだよ。やりたい、やりたい、やりたい。やめなって。ブルー、このまま名乗りができなければレッドの青春は崩壊してしまうわ。自分が目立ちたいだけだろ。こいつらを相手にしては計画が進まん。お前ら、我が輩が残りのウォンバットパワーを集めてくる。お前らはこいつらの相手をしてやれ。させるか。イエロー、レッドが落ち着くまで安全な場所へ。分かったわ。グリーンは奴を追ってくれ。ここは俺に任せろ。分かった、頼んだよ。悪の秘密結社ブラックウォンバット、お前たちの好きにはさせない。まだまだ。逃がすか。やつめ、一体どこへ行った。
れたな。僕が相手になってやる。どこからでもかかってこい。少し落ち着いたけど、まだ不安定だわ。どうしてもかっこよく名乗りたいみたい。目立ちたがり屋のリーダーを持つと大変だな。あ、そこにいたか。ブラックオンバットのボス、イエロー、僕たち二人でこいつを倒そう。了解。あなたの思うようにはさせないわ。ふっ、うらっ。舐められたもんだな。雑魚二人に私が止められるか。うらっ、かかってこい。なんだと、泣けるか。ここでかっこよく名乗らせてもらうぞ。なんなんだそのお前の自己顕示欲は。そんなくだらんことを言うやつに負けてたまるか。はっ、これだ。最高に今俺はかっこいい。よし、行くぞ。うわっ、どうした、かっこよく名乗るんじゃなかったのか。ブラックボンバットのボス、今日こそお前との決着をつける。それはこっちのセリフだ。さすがはレッド、やるな。会場に来たウォンバット諸君、頼む、聞いてくれ。お前たちの応援にはウォンバットのパワーが宿っている。あと少しのウォンバットパワーで我々の計画は完成する。拍手の応援でパワーを我が輩に送ってくれないか、頼む。そうだそうだ、これがウォンバットのパワーだ。よし、たまったぞ。これで封印は解かれる。入れよ、イニシエの伝説よ。ああ、君はそんな、ありえない。ゲンダーに蘇るなんて。そのまさかだ。サツキヤマ動物園、元公式アイドル、初代池田市観光大使、伝説のウォンバット、キーパーガールズのリーダーだった人だ。すごい、あ
攻的公式艦、これが池田思考人のバーカー、くらえ公式パンチ。念願の初勝利だ、ウォンバッター諸君ありがとう。ウォンバッターと池田氏の闇のために我々は戦い続ける。頑張れ秘密結社ブラックウォンバット。ありがとうございました。